2年やからもう慣れたんじゃう、ジャカルタの生活。慣れたというよりジャカルタの方が今は住みやすいです。2年ぶりの日本のテレビやろ、スタジオ収録。そうですね、あと一人でテレビに出るのが初めて。はー、日本だと初めてです。いやもうなんかもう外国のタレントさんの雰囲気やで、もうインドネシア語はもう喋れます。ペラペラやもんね。はい、はー、ちょっと喋って今。もともと AKB でなんでジャカルタ行ったんですか。Karena soalnya dulu aku pernah Jakarta, tapi apa sekarang tuh di Jakarta tuh lebih banyak mall atau apa banyak, terus lagi apa panas gitu, jadi aku pengen ke Jakarta. こう滑ってきて着いた先は FX です。ここは何ですか。劇場があります。チケティの。キャパはどのぐらいでしたっけ。350円。AKB の劇場より多いです。ねえ、でかい。今は結構声かけられるようになりました。日本よりも有名だと思うジャカルタに、そうコンサート AKB で行くことになって、それに参加させてもらって、うん、そこでジャカルタのインドネシアって国を知って、うん、JKT48 がまだできたばかりの時で、あ、一応あったんやもん JKT は、はい、はい、なのでちょっと挑戦してみたいなって秋元先生にこう相談して行くことになりました、うん、なるほど。でも環境変えてちょっと飛び込んでみようと。AKB の同期でいうと誰なの。同期は、うん、と渡辺真由ちゃん、真由優。あ、真由優、真由センターやで今。そうなんですよね、同期。いやすげえ顔したな今そうなんですよ、そうなんですよ、同期センターなんですよ。でも私もジャカルタセンターやらせてもらって。嘘やろ、すごい、はい、ジャカルタの中で、はい、何やった。私は3位でした。3位。あ、じゃあ来年投票してください。何が。いや1票したってしゃあないやんか。頑張る。俺だったらあるけど、俺ナミラちゃんに投票すると思う、ね、本当に私結構引きずってるんですよ。何が。あの光浦さんの回でナミラが出た時の今田さんの顔。あ、怖いからやろ。それは以前光浦靖子がジャカルタを訪れた時のこと。あっちんだがやすまにはカリアンチンタープジャイジャダイジャパンウンテクムヒブカリアンスムーア。すげえ。アルカよろしくお願いします。はい、ツリアデンブルティナスラブアクメロディー。かわいい。はい、あ、かわいい。コナビはアクシチュアー。あ、ナビラかわいい。すげえ。あ、ナビラかわいい。じゃあナビラちゃん紹介します、インドネシアで。ナビラちゃんいくつ。ナビラは15歳になりました。わかるな何しに行くねん。ショーです。ショーバラエティーみたいな感じですよ。2ゲストが来てみて。この打ち合わせがすごかった。超自由寝てる一応打ち合わせしてます。お国柄やな。そうです。ねえらがパンハムするあやで来なや。いや、スワペン。これも自由なんや。自由です。これもアドリブです。多分私のインドネシア語ってちょっとアクセントがおかしかったりとか、やっぱ訛ってんのよね。変なとこがあったりするんですね。あんまりなんかその間違ったことで笑われるのにちょっとなんか抵抗あったというか、なんか嫌だなって思ってたけど、みんながなんかそれで面白いって言ってくれるんだったらまあいいかなみたいな。はるかにとって JKT とは。JKT が終わるまで JKT にいたい。 AKB に戻るぐらいだったら卒業します、うん、だからもう AKB に戻ることは多分ないと思う。覚悟は決まった。オーディション後、大演出家と食事へ。そこで古巣 AKB について中川が口を開いた。今度のオーディションに入っちゃうのはどうですか、気持ち的には。
今受かったから帰りたくなっちゃうけどどうするの。 JKT を背負っていくからその帰り方が違うって。つまりこれは絶対にみんなのためにも勝つぞっていう頑張んなきゃとかいう。せっかく選んでもらったんでみんなの分もなんかで勝ちたいねって言って、経験に私たちは他のレッスン毎日してるし、そこは負けないと思う。そんな中川遥香さんにとってジャカルタはどんな場所でしょうか。本当の自分でいれる場所です。自分が一番自分を表現できる場所がジャカルタかなって。一人でも何もわからないとこから一からスタートってすごい勇気がいることだと思います。なんか辛いことが多分絶対あると思うんですね、海外に行って、うん、でも私は帰りたいって言ったら別に帰れるじゃないですか、うん、別にそんな帰れない場所でもないし、はい、だけどそれを出しちゃったら自分の負けだと思うので。